東京上野公園には酒類を伴う宴会などの自粛を呼びかける看板が設置されました。桜の木の周辺にはシートを敷いたり立ち入ったりできないようネットなどが設置されました。ちょっとなんか寂しい感じしますけどね。いつも賑やかくね、いっぱい人いましたからね。ゆっくりこうね、見るので十分自粛でいいと思います。シート敷いてね、なあ綺麗だなってね、ぼんぼりがついててね、そういう状況を期待したいんだけど、ちょっと今年も無理ですよね。都はこのほか井の頭公園や代々木公園でもネットなどを設置し、宴会などの自粛を呼びかけています。